ロッテ、藤原恭太、3割0分5厘、日本、15打点、OPS818、これ。藤原恭太、打率3割0分5厘、日本、15打点、3盗塁、OPS818。ようやっとる。育成成功やね。今年は1ヶ月の男を脱却できるかってところに来てる。月間 MVP 藤原を信じろ。肩やって戻ってきただけで偉い。藤原と佐々木どっちが先に規定到達できるか。ちょっとずつ落ちてきてるな。2割8分、OPS760 くらいのフィニッシュになりそう。藤原は良いまま8月行けそうな雰囲気あっただけにな。でもこの間はマルチ打ってたはずだし、極端には悪くなってない。ただ緩やかに下降していってる。藤原は体力の問題もあるんだろうけど、一度調子崩すと戻し方わからなくなるというか、今年はそれも各中打法で振れ幅小さくなったかなみたいな。好調が2ヶ月も続いてるだけで十分成長をやっとる。子宮も選べるようになっててすごいよ。まあネオ世代のドライチで見ると小園の次には活躍してるし、成長してってるのは感じる。あとは体力もつけていってくれ。打撃が安定して長打も増えてくればええな。俊足高打タイプしか育たないから、せめて中距離くらいにはなってほしい。